な男だ。今度こそ永久に休むがいい。貴様、容赦か。何のためによみがえったアスラ。妻の敵を討ちたいか、娘を取り戻したいか。13年前、貴様は敗北した。その時全ての意図を定まった。我が家ここは貴様が生まれて良い世界ではない。ワイゼンが何億人もの魂を生にしたか分かっているのか。いや、分かるまい。今の世界の終わりなどは貴様はするだけで世界の秩序を破壊する。言うなれば大義なきあがきなどどこにも届くはずはない。たわごと避ける価値だ。力で何ができるというのだ。もうよい。我らによってこの世界は救われるのだ。お前にできることなどない。ミスラ様は巫女として世界救済のためにその身を捧げているのだ。むしろ誇りに思うがいい。今何と言った。苦しむミスラを誇りに思うだと。ああ、何度でも言おう。お前の娘ミスラ様は世界を救うために大義に準じておられる。神様のつもりだ。神様だ。凄まじい怒りだな。だがそれすらも大義の前では意味のない。二度とよみがえる。そこで我らの救済を見届けるがいい。夜叉の無慈悲な一撃によって両断されたアスラの意識は再び狭間の世界へ。だがその怒りは消えることはない。胸の中の炎に突き動かされるようにただ光